活字先生。感覚先生。教えてほしいことがあります。何ですか。世の中ではさ、卵潰すなって言われてんでしょ、うん、だから、またワンナップゴルフ得意の逆張り、うんうん、卵潰せっていう動画出そうと思って。いいですよ。いいですよ。乗ります。教えて、感覚先生。乗るんですけど、うん、今回はそれも外れてる、うん、あれおかしいな。前なんかね、動画編集しててそうやって言うから。そう、缶を潰せとかね、うん、欲を言えばコーヒーのスチール缶を潰せぐらいのこと言ってますよ。そうだよね。言ってます。じゃあいいじゃん。それがあくまでも結果論。結果論。結果論。じゃあなんでそこまで力を入れなきゃいけないかっていうところに、うん、今回の動画をしていきたい。あ、そうだから別に抜いたって自分の飛距離を打てたらいいし、右行かなかったらいいし、ナイスショット打てればこうやって触ってたって、うんうん、こうやってやってたってどっちだっていい。ただじゃあなんで平井はそこまで力を入れろ入れろっていうし、自分も入れてるかどうかっていうのがポイントです。今まで自分で経験してきた中で、うん、お客様を見てきた中で、うん、緩くて右に出てフェースが開いてくる人がもう8割9割、うん、でじゃあ握ってみてください、で力が入るスプリットにしてくださいって言ってナイスショット出た人がほぼ10割。そうだから結局握るの握らないので止まってる人は握るか握らないかをすごく考えてる。そんなのどうでもいいの。はい。だから握って抜いてナイスショットが出るかどうかがポイントなんだよね。そうだから抜いてナイスショット打てるんだったら抜いた時にいい動きをクラブがしてるってことになる。はいはいはい。そうで俺は逆だよってこと。そう入れた時にいい動きをする。そうだ、そういうことがグリップを握った方がいい、緩めた方がいいで止まらないことが大事。その先がある、その先のためにグリップをどうするかってことに、はいはいはい、はい、ね、いつも言うやつでしょ。そうです。目的じゃないってことだよね、グリップの強さが。そうだよね、いつも言うやつだ。そうなんです。言ってるのに俺ダメだった、ちょっと悪いところにはまってた。もうこれは勝地先生に教えられちゃいました。また感覚です。新しいそれ。そっか、そうだよね。強く握ること、弱く握ることが目的じゃないんだね、うん、そう、手段なんだね。手段、何のための手段なのってことだね。そうです、手段です、ね、クラブが動く、うん、動かすのを目的として、うん、どういう手段で握ってるかだけの話で、うん、緩い方がクラブ動くんだったらそういうのがいいってことだ。そうで見てて思うことって、もちろんそのスムーズに動かないぐらい力が入れちゃったら良くないのは分かるし、うん、でそれが頭にあってグリップはじゃあ、うん、あんまり力を入れちゃいけないっていう認識で打って、うん、本当にやっぱこう切らんってなるんだよね。こうやって当たった時に当たり負けしてこうやってなって、うん、それで右行ってる人がほとんど、うん、だから入れるとこでは入れますよ、うん、インパクトですごくすごい衝撃が体に来るわけじゃない。でクラブにも来る。だから芯食ってたら握ってるか握ってないかだってフェースはブレないわけよ、うん、でも何ミリか芯を外れただけでフェースってやっぱこうやってなるわけ。それをカバーするためにそのまあ平井なんかは、まあ、強く握っといてヘッドだけを単体で押し込むような作業をするわけ、うん、それがすごく握りが弱いからどうしても芯に当たらない限りまっすぐ飛ばない球になっちゃう、うんうん、ナイスとミスがはっきりしちゃう。あ、そうだから本当に100か0かみたいな世界になっちゃうんだよね。あ、そうだから平井は100か60かにもちろんしたいわけよ。だからそのために準備をしてるっていう。ああ、それがねグリップ力なんですよ。そうなんだ。だからそっか、だから強く握るんだ、うん、あ、だから本当に今日のレッスンのお客様なんかもどれぐらいで、うん、本当にどれぐらいで握ってるんですかって言われたから、もうこうやってこうやって、はい、どうぞって言ってこうやってやって、うん、したら絶対と動かない、ねじってヘッドをこうやってやられてる、うんうん、だもちろんそれは握りだったり、もちろんリストに関係してることだから手首だったりもする、うんうん、だけど一箇所だけじゃないから、うん、その手元全体が張りがあってしっかりとクラブを自分のこうヘッドがいてほしい場所にいさせることができればいいっていうだけだから、だからそれは緩めた方がパンってくる人もいるっていうことよね、うん、
力入れた方がパッてくる人もいるっていう、うんうん、グリップ大事だな。そうなんだ。でもそれはあれでしょ、平井くんが下手くそで全部芯に当てらんないから準備して待ってるってだけでしょ。そうだよそうだよ、練習してないんだよねそうだよそうだよ、なっくら固んでんだから。そっか、じゃあ緩く持ってる人はもう芯に当たるから別にいいんじゃない。握ってなくたっていい。そうだよね。そう、もうこうやって握ってたっていい。そうだよ。そうだから相当な本当に力が入ってるんだけど、うん、もちろんアドレスからグーって入っちゃうとスムーズにバックスイングが取れないんだったら、当たる時にグーってこうやって力を入れるのも俺は全然ありだと思う。うん。その代わりグーってやるためじゃなくて、フェンスをまっすぐ強くパンって戻すためにグーってやってれば、そのグーは OK ですよのグーになる。それがだからただ握る強くするっていうだけだったらボールはどこ行くか分からない。だからワンラップゴルフでは全てはクラブのためって動画はやっぱどの動画でも言ってるじゃない、うん、ほとんど、うん、だからそういうことにそのやってることがつながってくればいいですよ、うん、すごく大事なことですね、グリップ力っていうのは。あとさっき言ってた、うん、レッスンに来た人がスプリットで握って力入れれば打てるようになる、うんうん、っていうことはってことだよね。そうだね。やっぱりじゃあスプリットグリップ、離してグリップするメリットは何かって言ったら、まず、ローテーションがしやすい。うん、あと、ローテーションを過度にできる。っていうのがまず、メリットね、うんうん。で、スプリットにすると、ガブ握りできる。うん、だから、緩まない。そういうメリットがあります。で、それで打てば打てるってことは？あ。そういうことですよね。ってことだよね。そういうことです、そういうことです。本当に盛りなしで、うん、今日の方のやっていい、うん、今日の方、うん、全部こうなんです、うん、こうやってで試しにスプリットグリップ離してやってくださいって言ったら、うんうん、こうやって左行くの、うん、で、じゃあ次フェース面を意識して、うん、したらこうって、うん、一発も右に行かないした。5球って4発ナイスだった。最初の1発だけ左行って、今みたいに。で、あとの4発は全部ストレートだったの、うん。そう。だから、結局、まっすぐ普通に握った時にローテーションが弱くて、うんうん、で、手首って返しちゃダメだと思ってましたって。おうん、だから、結局、こうやってできてないんだよね。うん。このままこうやって出す。はいはいはい。そう。だから、フェースがターンしないわけよ。うん。だから、それはもう、ただ、ただ、こう、本当の押すになっちゃうから、うんうんうん、ヘッドを単体でこうやって押してないから、右に出ちゃいますよ。うん。だそれをスプリットグリップにして、もう一発も右、本気で一発も右行かなかった。だそういうことが、その、漢字をつかむ練習として、こうやって遊びながら、うん、こうやってスプリットグリップでバチッとこうちゃんとローテーションして打ってあげるっていうのがまあ大事かなと思う。それが通常のグリップとあえて離したスプリットグリップとの大きい差ですよっていう。ってことはやっぱり全然間に合ってきてないっていうことなんだよね。ちょっと200本300本前の動画に戻して振り遅れてるんですよ。いや、そういうことだよね。そういうこと。全員離したら打てるわけでしょ。多分ね、どんだけ腕にパワーなくたって、うん、スプリットグリップにして、こう、右と左をこう入れ替えてくださいって言って、うん、右行く人ってほとんどいない。いや、間に合うんだ、そうだったら。で、その返すのがダメっていう動画があるから、返さなくなる。あるんだ。あるあるある。要は手首を使うなっていうから。あら。だからそれは、フェイスローテーション、アームローテーションっていうのは、過度に使ったうちには入らないから、それぐらいは最低入れなきゃまっすぐ飛びませんよってことを、ちょっと取り入れてもらいたい、スイングで。うんうん。うん、それ以上になっちゃうと、やりすぎになっちゃう。そう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 。だから、物語の始まりはっていうことを俺よく言うんだけど、うん、ダフらない左を打てたら話は始まるから。ダフらない左？そう。あ、クルンチじゃないってこと？そう。こういうこと。はい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 。あれができなかったらスタートしないから。
大体あの球打つときって、こうやってなるから。そう。ダフって左行ってたら、まだ話、まだ表紙、開いてない。手首を使った、使ってない、使いすぎたっていう判断っていうのは、今みたいに、ダフらない左を打てるかどうか。そう。こっからだから、これはヘッドが動いてる。で、角にローテーションをしてる。うん、そっから調整の段階に入るから。使う、使わないのレベルじゃないから。ダフってた。そうなんだ、うん。一番プロが嫌なやつね。そう。左。そう。だから手首を返さないようにして普通のローテーション度合いにしますよってことを言うから手首を使っちゃいけないんだって思っちゃうでしょ、うん、使うんだから使わなかったら飛ばないんだからそうだね、うん、そういうことなんだすごい変則的なスイングでローテーションしないで、うんうん、こうやって打つ人がいたんだったら、うんうん、ノーローテーション、うんでも通常のこっちに上げてこういうスイングしてんだったら 100% ローテーションしてるそうだね、うんうん、だから使ってますよねってことだからその度合いは別として使う使わないやつは使う使うし今みたいにクリーンヒットの左が打てて初めて調整をしますよ、うん、あじゃあプロぐらい左が嫌になってからだねそうです間違いないです左行っちゃうんだよってなったらね。そう。クルンチーじゃないので、そう。ダフって左行ってる時は間違いなくすっこんだから。うん、ああ。そう。こうなってワンタッチしてクルンって帰るから、うんうん。そう。だから、これ出てる時はもう、使いまくってくれ。そうか、逆にね。クラブが起こせらんないんだから。うんうん、起こせないとダフリチープには治らない。なるほど、うん。起こしすぎて行っちゃってる時ね。そう、うん。ダフってるダフってないが分かんない。時は、うん、ダフってるダフってないをまず分かるまでやんないとダメだ。やんないとだそうだね。そう段階がありますよ、うん。ね。それがすごい大事です。うんうん、本当にでもよく動画を見ていただくと分かるんですけど、もちろんのことなんですけど、今トール君からグリップの話からここまで話って発展するんですよ。それってスイングも一緒であって。結局、グリップからどういうスイングになっていって、じゃあフェースローテーションがどうなっていって変わっていくんですよ。なんで、一個単体で切り抜かれた動画とか、そういうものっていうのはすごく危ないので、本当はこうやって連結できなきゃいけないんですよ。だからそういうのも注意点の一つですよね。うん、なんで必ずスイングって一連の動作の中にあるので、切り抜かないでください。必ず一つの物語としてスイングを完成させることがすごい大事ですね。以上です。すごい大事です。いつも登録ありがとうございます。だから今回はですね、グリップの、お話をちょっとしていきましたが、まあいろいろと、まあ枝分かれしてって大事なことと思ってる部分っていうのをちょっとお伝えさせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。